はい、わたつ。映像と音声問題なかったら教えてください。どうでしょう。はい、わたつ。いやー、来てるね。今、つまにゃんさんに、新宿リアトツ枠やってたから、行ってもいいですかって言ったら、来て来てって言ってもらえて、うん。配線つけてもいいですかって聞いたら、いいよって。うん。ただ、揉め事だけは NG ねっていう感じで。音、映像 OK?PTPT してない。いいね。ちょっと初絡みなんで緊張しますね。うん。入りますね。初めてですね。今新宿にいるでしょ。会いに行きます。あれか前かな、妻には。そう、急いで家出たんで、配信機材、外配信用に用意して。妻には可愛いよ。ねえ、美人さんだね。うん。浅井さんだと思った。浅井さんじゃなかった。恥ずかしい。浅井さんだと思った。目悪いからさ。うん。警察来てた？なんで？なんで警察来てんの？なんかやったの？うん。ホテルに連れ込まれる作戦には乗るなよ。乗らねえわ。乗らねえわ。うん。修羅場だわ。俺の彼女どんな性格か知ってんだろう。絶対やんねえわ。いやーでも、なんか、ふわっちいいね。ふわっちいいね。あったけえわ、みんな。ちょ、ふらふらだけどね。うん。サノッチでも連れ込まれそうになった。マジで？すげえな。マジかよ。サノッチでもかよ。一緒格闘技が好きなのかな。うん。あとどれくらいですか？ 20 分くらいですね。くまちゃんさんいらっしゃい。遅いかな？遅い？ダメかな？のんたん許したの？のんたん許したの？いや、今日撮ってないよ。俺配信第一だから。すぐ家出た。うん、いや、のんたんそんなんで怒らないから。寒いよ。寒いけど、配信つけて会いに来ていいよって言っていただけたんだが、ここで行かなきゃアホでしょ。配信でプロ目指してるやつの、寒いとか、車がないとか、服がないとか。うん。だからプレゼントありがとうございます。ノントがね、帰るって言うともう、車乗って帰っちゃったって言ったから、また明日って感じになった。ここは行くべきでしょ。おいおい、いらっしゃい、くみちゃん。いらっしゃい。楽しんでってください。どう？外配信。映像音声問題ない？ていうか持ってるな。今まで外配信全然ダメだったのに、ケーブル買い替えたら、電波繋がったわ。映像綺麗。どう？映像綺麗。ぬるぬる？今警察来てる。なんで？急ぐわ。なんで警察いんの？俺見たとき普通にアルタ前にいたよ。あ、目めこけた。あ、危ねえ。段差が。ちょっと音割れ、オッケー。危ねえ、今。こけそうになった。引かれるところだったわ。通報された。はいはいはい。虚偽通報か。これくらいかな。あ、どう？音声だいぶレベル下げたけどどうかな？どうですか？音声。今切り替えました。オッケー。サンキュー教えてくれて。やめた方がいい？なんで？なんでだろう。バッチリ。オッケー、ありがとう。いや。肺が苦しいのに急ぐの大変だな、これ。迷子にならないように地元だわ。地元ではないけど、もう3年、住んで4年ぐらいだ。つばにゃんが
今いるところってアルタ前だよね。ていうか普通配信者がリアド妻とアルタ前だよね。このライダースーツは持ってないんだ、冬服。あ、全然俺、揉め事とか嫌いだよ。全然。ちょっと体調悪いのがあれだけど。もっとリサーチしとくべきだったな。177名さんいらっしゃい、和道です。よろしくお願いします。配信者同士仲良くじゃねえ、仲良しなきゃね、平和が一番。そうだね、俺もそう思う。こっちで見る。小谷さんいらっしゃい。いや、まさかリアトツダメって言われると思って、ダメ元で聞いてみたら、いいよ来てって普通に言っていただけたからね。面白いことはね、多分怒んない。俺の放送だから。俺の放送だから怒んないよ。和道は昔に比べたら丸くなったな。結構言われますね。なんかお前丸くなったな、みたいな。なんか、配信やって3年目の時に心折れて全部爆破して、で、働き始めたんですよ。仕事始めて、で、丸くなって、彼女できて丸くなって、みたいな。マジで警察いいの早く行った方がいいかな。揉めてる感じ？結構それ言われますね。昔と比べて丸くなったっていうか、丁寧になったって。あんまり自分では自覚ないんですけどね。ありがたい。頑張らないと。なんかでも、さっき、つまにゃんが、和道の配信見てたよ、みたいなこと言ってくれて、彼女と映ってたねーって言って。うん。あとどれくらい？ 15 分かな？遅いかな？遅い。あれだったらもう、大丈夫だよ。あんまり待ってんのもあれだから。15分くらいで行く。うん。結構早歩きで行ってんだけど。あれの前まで15分くらい。肺が痛い。似た者同士で潰し合い、それが配信者としては正しい選択かもな。ウケるな。映像問題ない？普通に配信してる？あ、よかったよかった。ゆっくりでいい。15分くらいかかっちゃう。フォローありがとうございます。ガンマさんいらっしゃい。仲良しじゃないっす。初めて会いますね。初めて会う感じです。あ、ゆっくりでいいって。オッケー、肺が痛い。ありがとう。スバニア、うなに壊されたパソコンだからね、キーボード打てない文字があんの。広場の喫煙所、オッケーです。オッケー。肺が痛えな。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。夜の真珠綺麗だよ。見る？映像問題ない？どう？俺の顔映っててもあれだから。夜の真珠映そうか。警察やりよる。綺麗でしょ。うん、無理しない無理しない。挨拶だけ。やっぱ、ふわっちで先輩だし、挨拶一回しとかないと。あ、オッケーです。大好きちゃん、ありがとう。パソコン直ったんじゃなくてね、ケーブルを買い替えたんですよ。3000円のケーブル買って。そしたらね、電波つながりが良くなった。ケーブルの断線だったのかもしんない。それがたまたまうまくいってるだけか。どう？映像ぬるぬる？問題ない？状況教えて。これパソコンで配信うまくいったの初めてだから、音とか映像がどんな感じか教えてほしい。ハートプレゼントありがとう。ぬるってる。PTPT？ どっち？
あ、いや、一回挨拶した方がいいかなと思って、絡んだことなかったんだよ、僕。あの、先輩に一回挨拶しようかなと思って。そしたら、つばにゃんさん、いいよって言ってくれたんで、歩くときブレてるけど大丈夫。いやいやいや、かんも女性にパンチとかできないよ。かっけえ。ちょっと急いでるから手ぶら勘弁してくれ。新宿綺麗でしょ。この時間帯の新宿で金曜日だから、ライトすごいついてるから綺麗だと思うよ。今日は。あの、土曜日、日曜日はね、オフィス街電気つかなくて綺麗じゃないんだけど、今日は綺麗だと思う。ロケーション的に。綺麗だよね。荷物検査。なんで？わかんない。お父さんに会いたいね。あ、ぜひぜひ。全国旅するんで、うん、旅した時に最寄りに来たら言ってください。会いましょう。飯食いましょう、一緒に。拳銃持ってる。すげえな。いや、肺がすごい苦しい、フィーフィーさん。あー。オッケー。大丈夫、あと18分ぐらいで着くから。うん、あと18分ぐらい。だいぶ近くなってきたよ、うん、いい感じ。おい、シムさんいらっしゃい。フォローよろしく。お願いします。拳銃持ってるって言われたんだ。全国旅する。北海道行くよ、もちろん。北海道を目指す。最初はふわっちの手取りの給料が15万超えた段階で、もう、あの、全国旅する。もう準備は整ったから、あとは、あの、月15万食える段階になったら生活保護も抜けないといけないし、その時も配信1本で食っていくよ。うん、ありがとう、ロクさん。札幌通貨北海道はぐるっと回ろうと思ってるね、主要都市は。自分で銃持ってるって言ったの、すげえな。状況がちょっと読めてないからごめんね。ここでコンドーム持ってきてねえや。ごめん、コンドームは持ってきてねえわ。急いで家出たから待たせちゃいけないと思って。和道さんに会いたいな。うん、旅してるときぜひリアトしてください。よろしくっす。旅配信応援してくれる人はフォローとアイテムお願いします。頑張ります。今いい感じに収入上がってきてるんで、ふわっちで15万超えそうっす、今月。もしね、多分ね、今月15万超えたら生ポ抜ける準備に1ヶ月、引っ越しする準備に1ヶ月とかで、来年の頭ぐらいには多分旅配信企画できると思います。うん、組み組みコンビは同じ北海道なんだ。うん、かぶってるな。ポテハンがかぶってる。住んでるところもかぶってる。もうあとね、20分ぐらいで着くから安心して。もうすぐ。もうあと20分ぐらい。電波途切れた。つばくそはやめとけ。みんな言うね。昔の俺みたいだな。和道はやめとけって逆に言われたの初めてなんだけど。俺言われる側だったじゃん。和道だけはやめとけって言われる側だったのに、つばくそだけはやめとけって俺初めて見たんだけど。俺にやめとけが初めてだからな。あー、すげえ、なんか新鮮だわ。こういう感じだったんだ。俺、嫌われ配信者ってこういう感じだったんだね。
うん、近くに来たらどつってください。はい、松浦田いらっしゃい。和藤さん、どんな人だったんですか？あ、僕はろくでなしのクズ野郎ですね。ろくでなしのクズ野郎です。どうも、自己紹介が遅れました。申し訳ございません。和藤もやめとけ。俺だわ、それ。ちょっと面白いな、金牌。面白いぞ、お前。スマヤンと慣れ合ったらアンチ激増する。マジで？そんなに嫌われてんの？マジで言ってんの？俺、超激嫌われてるんだよ。え、マジで？すげえ嫌なんだけど、それ。歩き回る災害と思った方がいい。いや、逆に、あれじゃん、俺も歩き回る災害だったから、意外といい感じになるんじゃないの。金梅さん、偽も。190名さんいらっしゃい。フォローありがとうございます。ツイッターももしよかったらフォローしてね。そんな風に見えない。クズ野郎だよ、俺。明日リアトツやるから来てね。やっちょも来るから。あ、そうなんだ。うん。何も知らないよ、俺。金梅さんとごたごたがあったのは知ってるけど、本当に初対面。うん。え、何？例えばどこを気をつけた方がいいとかある？例えば、どういうところに気をつけるとか、過去何やってきたとか。マジで？そんなに？サクさん。え、じゃあ、え、マジで？なんか不安になってきたんだけど。マジで？そんなに嫌われてんの？東京消防庁の。とりあえずリスナーが大好きなサイレンの音聞けてよかったじゃん。リスナーサイレンの音ならテンション上がるもんね。鹿騒ぐもんなお前ら。なんでさ、ニコ生リスナーとかさ、配信系のさ、リスナーってさ、あのサイレンがうーってなるとさ、テンション上がるんでしょ。コメント走るんでしょ。なんだなんだって。それ病気だよ多分。それ病気だと思うよマジで。追いかけない？うん。あ、そうなんだ。マジで？ちょっと絡み方気をつけよう。普通になんかコメント拾った感じではいい人っぽかったけどね。やりまんなの？どう問題じゃん？やりまんなの？いや、今花火だったらどんどん行くの遅れるよ。花火一発につき、俺スクワット5回やる配信者だから。仲良くしたらアンチだらけで配信で、マジで？そんなに影響力あんの？え、超怖いんだけど。マジで？すげえな。のぞみさんいらっしゃい。マジか。やべえな。俺やばいことしようとしてんのか。マジで？え、じゃあ作戦考えよう、作戦。どういう対応が正解なの？どういう対応が正解なの？マジで？そんなに？マジで？もふもふさん、マジで？絡むだけで嫌いになるぐらいの影響力あんの？うん。俺はハゲたんじゃないよ。前進してるんだよ。ウサギの肉盗むとか懐かしいな。マジかよ。マジで？すげえな。すげえな。俺今からとんでもない人と会うんだ。なんか緊張してきたわ。マジで行かない方がいい？行かない方がいい？妻と絡んでもいいけど仲良くしたらお前の放送見るの考える。マジで言ってんの？潰せ。本当に言ってんの？すげえやだ。すげえやだわ。あ、そう。じゃあ普通にするで OK。 いや、潰せって俺初対面でそんな知らないもん、何があったか。子供の話すると切れる。普通の対応でいい？さすがに俺初対面だから何にも知らないで潰すとか無理じゃん。とりあえず今日は普通にしていい？普通の対応、大人の対応していい？大人の対応。それで許すよ。ちょ、俺も相談しなかったの悪いと思ってるから、リスナーさんに。わかった、オッケー、オッケー。わかった。
だ普通の対応するわ。大人としてビジネスライクな俺で行くわ。うん。ビジネスマン、もう島津高光で会いに行こう。今日和道じゃない俺。島津高光で会いに行くわ。それでいいでしょ。知らないでステッカー買えば平気？知らない手入れ無理があるでしょ。さすがに無理があるでしょ。本当にそんな感じなの？じゃあさ、じゃあ逆にだよ。俺から一個提案あるんだけど、いい？一個だけ提案あるんだけど、聞いてくれる？逆に、俺だからしかできないこと。逆に提案があるんだけど、どう？逆に、俺のリスナーだけに相談がある。マジでこんなに叩かれてんだ。ステッカー買って警察届けたら神。俺から一個提案なんだけど、全く知らないわけじゃん、俺。スバニャンがどんだけ叩かれてるか、これマジで知らないのよ俺。だから全く知らない体でどんだけそ嫌われる理由が分かんないわけじゃん俺は。だからみんなが言ってるってことは正解なんだと思うけど、逆にその本性見たいから引き出していい？どう？俺本当に知らないんだよ。本当に有名なのは知ってるんだけど本当に知らないの。どうそれ。俺は知らないわけじゃん。だから本性を知りたいわけじゃん。俺探るの得意だから、駆け引きとか得意だから。どう？それで OK？ 要は知らないからこそ、そのクズさとか引き出せるわけじゃん。どう？俺、詐欺師って言われた男だよ。本音。俺、詐欺師って言われた男だから。帰れって言って終わる？じゃあいいわ。それだったら帰るわ。うん、そうしようじゃ。地雷踏みに行く感じ。支援するだらさらし上げんのひどいな、それは。あいつの怖さを知らない？え、何？俺が食われるってこと？百戦錬磨の俺もいたずら小僧で悪名高いわけじゃん。俺よりも悪党ってこと？俺よりも、俺なんか傷じゃないぐらいの悪いやつなの？いや、潰すとか潰さないとかじゃなくて、俺よりもやばいの。マジで言ってんの？あっそう。すげえな。楽しみだわ、ちょっと。やられる、食われる。マジか、すげえな。こんなにヘイト集まるんだ。俺こんなん初めてだわ。俺以外でこんなに、その、悪評が高い人初めて見たわ。とりあえず知らないふりして潜入するわ。俺がまともなレベル。俺前科3班だよ。俺前科3班だよ。マジで言ってんの？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。